さんこんにちは、証券ママです。今日はタケノコと豚肉の生姜焼きを作ります。タケノコご飯やタケノコの煮物もとっても美味しいんですが、これはメインになってご飯のおかずにとっても合います。作り方も炒めるだけでとっても簡単なので、ぜひ最後までご覧になって作ってみてください。それでは材料です。ゆでタケノコが 200g、 豚のこれね、あの豚肉これ細切れとか何でもいいです。今日はね、切り落としのねお肉です。豚肉が 200g、 それから生姜ですね。生姜がねこれ 20g ぐらいあります。ちょっとねこれ多めの方が美味しいので、今日は 20g 用意しましたが、お子様とかはねもっと減らしたり少なくねしても大丈夫です。あと調味料の方です。まずお醤油が大さじ1杯半、お酒が大さじ1、みりんも大さじ1、お砂糖が小さじ2、今日は三温糖です。それから、本だしですね、顆粒だし、これが小さじ2分の1、それから炒めていく時のね、サラダ油とか、今日は米油を使いますが、サラダ油でもいいです。これがだいたい大さじ1と小さじ2ぐらいでしょうかね。それから豚肉にね、今日は下味を先につけておきます。豚肉の下味用の醤油とお酒と片栗粉が小さじ2分の1、あとねお好みでトッピング用にね山椒ですね、木の芽です。これが適量です。材料は以上です。はい、まずねタケノコを切りますね。上の方はね、くし切りにします。そしてこの下の部分はね、そうですね、これはあのいちょう切りぐらいの 2,3 ミリのいちょう切りにします。はい、タケノコは切ってね、今さっと洗ってきました。そしたらね、これ少しね、水分をね、拭きますね。味がね、ちょっとあの、お水がついてると薄くなってしまうので、ちょっと拭きますね。キッチンペーパーでね、タケノコの水気を拭いたら、こういったね、ボウルに入れてください。今日はね、あの、タケノコにもね、下味をね、つけていきます。煮物だといいんですが、今日は炒め物なので、タケノコはなかなか味が染みにくいので、水気をね、こうよく拭いたら、これにね、タレの半分で下味をつけていきます。なので、タレを先に作ります。はい、まず醤油が大さじ1杯半ですね。それからお酒が大さじ1です。それからみりんも大さじ1です。それからお砂糖が小さじ2です。はい。それから本だしが小さじ2分の1です。はい。はい。それから生姜ですね。今日は 20g ぐらいあります。これね、加減してください。ちょっとね、多めの方が美味しいので、私は多めに入れますが、あまりね、あの、お子さんとか、ちょっとね、こう、辛いのが苦手な方は、もうちょっと少なくてもいいです。じゃあね、すりおろして一緒にタレに入れますね。そしたらよく混ぜますね。そしたらですね、この今水分を拭いたタケノコに、このね、よく混ぜたタレの半分くらいをね、大さじ2ぐらいでいいでしょうかね。入れます。そしてね、これ混ぜておきますね。ね、これね、本当はね、少しね、あの、長めに置いた方が、タケノコにね、これ味が染み込むのでね、まあ、最低でも10分とかね、こうやって、下味をつけて置いておいてください。はい、そしたらね、豚肉もね、食べやすい大きさに切ってください。
はい、お肉もね、食べやすい大きさに切ったら、これも下味をつけておきます。まずね、お醤油が小さじ2分の1です。はい。それから、お酒も小さじ2分の1です。はい。片栗粉もね、小さじ2分の1から1くらい入れますね。はい。そしてちょっと手で揉んで、下味をつけておきます。これはタケノコの下味が10分ぐらいしてからこうやってね、あの下味を豚肉の方はつけていきます。はい、それではね、炒めていきます。まずフライパンにね、油を、今日は米油ですが、サラダ油でもいいです。大さじ1ほど入れます。火をつけます。はい、フライパンが温まったので、お肉をね、先に炒めます。こんな感じにね、ほぼほぼ火がね、あの赤いところが少しあるくらいで、もうね、あまりあの豚肉は火通さないので、あの炒めすぎると硬くなるので、このぐらいで揚げてね、あのバットなどにこうやって揚げておきます。はい、そしたらね、同じフライパンをね、この軽く拭いてください。そしたらね、油をね、また今度はね、小さじ2ぐらいでいいと思います。1で、1杯半から2ぐらいでしょうかね。はい、そしたらまた火をつけて。はい、そしたらね、今度は先ほどもう10分ほど経ったんですけれども、タケノコを炒めていきます。それでこれね、お汁があるので、結構跳ねるのでね、あの気をつけてください。はい、まあ、火加減は中火ぐらいでいいです。そしてこれで大体3分くらいですね、中火ぐらいで炒めていきます。そうするとね、このあのタケノコのこのお汁につけたお汁なんかもね、全部これあの汁気が大体3分くらい炒めるとなくなるので、そこまでちょっと炒めていきますね。はい、こんな感じでね、水分がもうほとんどね、なくなりました。そしたら、豚肉を戻し入れます。はい、もうね、ほとんど火通っているので。そして、残りのタレですね。半分残しておきました。これも入れてしまいます。はい。そして、これでね、あの、水分がほぼなくなるまで炒めたら、もう出来上がりです。中火くらいでね。はい、もうね、水分がだいぶなくなりました。そしたらね、分量外なんですけれども、ごま油をね、ほんの少し、小さじ2分の1くらいでしょうかね。はい、入れて、はい、それでひと混ぜしたらもう出来上がりです。はい、もうこれで出来上がりです。火を止めます。はい、とっても美味しそうです。じゃあね、盛り付けていきます。はい、それではね、盛り付けます。とっても美味しそうです。そしてね、お好みでね、今日はね、この山椒の葉ですね。これをね、乗せていきます。ちょっとね、これ手でパチンとね、やると香りが出ます。これね、じゃあ上にね、何枚か乗せますね。はい、これでタケノコと豚肉の生姜焼き風の出来上がりです。とっても美味しそうにできました。はい、それでは出来上がったのでね、いただいてみたいと思います。こんな感じです。じゃあね、これも温かいうちの方が美味しいと思うのでいただきます。じゃあお肉とね、あのタケノコね、じゃあちょっとタケノコからいただいてみたいと思います。うん、
今日のタケノコはね、ほんと取れたてのね、タケノコをお家で茹でたのでとっても柔らかいです。じゃあお肉の方もいただきます。お肉もね、最初炒めすぎてないのでとっても柔らかいです。なかなかね、タケノコって煮物とかね、ご飯が多いんですけれども、こうやってお肉と合わせることによってね、ほんと白いご飯のおかずになってメインになります。今日はタケノコにもタレの下味を半分入れてつけて、お肉の方にもね、醤油とお酒で下味をつけているので、とっても味が染みていて、短時間で炒めただけなんですけれども、とっても美味しいです。これね、本当にご飯のおかずにもなりますし、おつまみにももちろん美味しいですし、お弁当になんかね、入れても美味しいと思います。これすぐできてとっても簡単で美味しいのでね、ぜひね、たまにはね、煮物やね、タケノコご飯も美味しいんですが、豚肉と合わせてね、ご飯のおかずになるようなね、こういったものも作ったらいかがでしょうか。とってもね、美味しくできました。それから今日ちょっと生姜をね、多めに入れたので、生姜が効いていてとっても美味しいです。お子さんとかね、辛いのが苦手な方は少し量を減らしてみてください。ごちそうさまでした。皆さん、ご視聴ありがとうございました。他にもね、タケノコの茹で方やタケノコを使ったレシピの動画もいろいろあるので、よろしければ概要欄に貼っておくので、ご覧になってみてください。それでは皆様、お元気でまた次の動画でお会いしましょう。証券ママでした。